404です。今回はこちらです。ストック11回目です。種をまいてから213日が経過しました。いやー、伸びますね。どこまで伸びるんですかね。価格に収めるのがほんと大変になってきてます。いい加減にしてほしいですね。今回は前回の赤と黄色のポットの他に新しい花が咲き始めましたので、そちらを見ていきたいと思います。ではいつものように一つ一つ見ていきましょう。まずはこちらの青いポットから見ていきましょう。この子も背丈が大きいですね。黄色のポットと同じで薄紫色の花が咲きました。綺麗ですね。つぼみがたくさんついているので、まだまだこれからといった感じです。次はベージュのポットです。背丈で言うとこの子が一番大きく成長しております。こちらも薄紫色の花が咲きました。花の咲き具合も青いポットと同じぐらいで、つぼみもまだまだたくさんついております。これもまだまだこれからといった感じですね。次は白のポットです。こちらも薄紫色の花が咲きました。だいぶ開花しましたね。黄色のポットに迫るくらいの成長を見せております。だんだんボリュームが出てきて球体のような形になってきました。よく見るとまだつぼみもありますので、もっと丸くなりそうですね。次は黄色のポットです。ご覧の通り、今が一番の見頃と言っていいんじゃないでしょうか。満開です。ボリュームがあってマリのように丸くなっております。綺麗に育ってくれてほんと良かったなぁと思っております。次は赤いポットです。唯一色と形が違う花となっております。だいぶ開花して花数が多くなりましたね。シンプルですけど素敵な花に成長しました。この花は奇跡だったんですかね。これだけ違うっていうのがほんとすごいと思います。そして最後は黒のポットです。まだつぼみの状態ですね。こうなってくるとなんとか今までにない色が咲いてくれないかなぁと願ってしまうんですけど、どうなりますかね。今後が非常に楽しみです。はい、というわけで一つ一つじっくりと見てみましたが、まさかの全体の3分の2が同じ色となってしまいました。薄紫色ですね。これは運が悪かったんですかね。土の性質とか関係あるんですかね。どうなんだろう、ちょっとわかんないんですけど、まあでも6個中5個がちゃんと開花してくれたので良かったです。残る1つも無事に咲いてほしいなと思っております。開花しましたらまた動画をアップしますので、ぜひご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。404でした。バイバイ。